こんばんは、アーネス。こんばんは、夢の中のリュリーチェス。こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。またエレベーターが故障したのね。現実の私はどう？手ごわいね。惚れやしないよ。聖女をやめてくれればいいだけなのに。ごめん、現実のリリーティスを非難してるわけじゃないんだ。もちろん君のことも。言ったでしょ、嘘にまみれた現実と違って夢の世界では嘘はつけないって。現実世界の私を救いたい、それがあなたの偽らざる気持ちなのよ。エル城失踪事件を追いかけてた時、仮面の妖魔クリスに言われたんだ。その人が命を懸けて選んだ選択は尊重するべきだって。あの石の手を壊した時、支配人も同じことを言ってた。彼女の意思を尊重したいって。でも私はそんな風には思えそうにない。アーネス、もう夢から覚めるんだね。アーネス、
現実世界の私が渡した指輪、今持っている？肌身離さず持ってるよ。その指輪が私たちを守ってくれる。私はそう信じてるの。わかった。大事にするよ。ええ。そう。私の役目もあと少しなのね。私は大丈夫よ。ありがとう。あなたも目覚めて。迷いがあの子を引き止めている。あの迷いを完全に消さねばなりません。あなた、そこにいるのでしょ？こちらに。それとも、ようやく私を見捨てる覚悟ができましたか？ずるい人ね。いっそ冷たい人だったらよかったのに。なんだ？月が満ちていく。支配人、ミラダの月が満ちてる。教皇庁の予想よりずっと早いじゃないか。その件についてでございましょう。あのお方から急ぎホテルに戻るようにと伝言でございます。わかった。はい、はい。教皇庁より緊急指令でございます。祀ろわぬ神の教会を新聖女と共に調査せよ。以上が緊急指令の内容でございます。ルリーティスと一緒にってどういう意味？候補地が絞れたのよ。教会のどこかに夜へと通じる青き祭壇があるんだわ。お嬢様たちには次の段階、第二段階へと進んでいただきます。現在判明している12祭壇、そのうち近年使われたものを除く全祭壇の調査が終わりました。教会にある祭壇、そこが今回夜に通じる可能性が高いと判明いたしました。青き祭壇は夜のうちしか姿を現しません。とはいえ、リュリーティス様を危険にさらすわけにも参りません。まずお嬢様が教会の邪用を一掃してください。準備が整いましたら、私が責任を持ってリュリーティス様をお連れいたします。確かにこのまま放っておけば世界が滅んでしまう。わかった、すぐに向かうよ。
やっぱり邪妖一層が先だな。うん、祈りで台風そらせますか。善行積んだら自信なくなりますか。自然の化身である妖魔の王様が世界は終わった宣言してるんですよ。聖女なんか犠牲にしてないで、他はもう素直にドッカーンと滅びちゃうしかないと思いますかね。まあその主張はわからなくもない。そこでご提案が。今教皇庁を辞めれば、もれなく我が研究室の助手の座をお約束します。夜の君から逃げるつもりはない。ユリーティスはそれを望まない限りはね。アーネス、どうせ世界は終わっちゃうんですよ。もう教皇庁を辞めちゃおうよ。神聖女ごと養ってあげるからさ。断る。さあ、じゃあお呼び。それで青き祭壇が見つかれば、いよいよ夜の君とご対面だ。覚悟は変わらない。あなたこそ夜の君をどうにかしようなんてもう思っていないでしょうね。頑固だな。どっちがよ。仕方ない。お互い信じることをするとしよう。アーネス、一度くらい私のカップケーキ食べてよね。
この依り代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。シャ・リューフェン・ルーベン。浄化開始。おいで、おいで、一緒に行こう。おいで。見切った。覚悟はできた。Milada, Milaya,
お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは。浄化開始。
食事の時間だ。タッ！
回転だ。吸っていいぞ。はっ。油断して。はっ。食事の時間だ。お呼び。それでは。さあ。おう、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣。これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。
浄化開始。一緒に帰りの時間だ。このどこかに青き祭壇が隠されているのか。とりあえずここら一帯の大物ジャヨを倒すとするか。すべての邪妖は私が滅ぼす。
だと、かける、ふっ、せい、貫く、ふっ、せい、さあ、飛ぶ、ほっ、血をすする、貫く、ハッ、セイ、ハッ、飛ぶ、ハッ、セイ、ハッ、飛ぶ、ハッ、セイ、貫く、
食事の時間だ。
闘技。
このパオヤ。それでは。さあ、おう。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョージ。
浄化開始。はっ、セルバン決まった。セルバンタンホッ、はっ、タンタンヘッヘッホッ。吸っていいぞ。ワン、ヘッ、決まった。ターン、ヘッ、ターン、ヘッ、ヘッ、ハッ、ハッ、ヘッ、ハッ、ハッ、ヘッ、ヘッ。吸っていいぞ。血をすすれ。
やれやれ、これで大体の邪妖は一掃できたな。あれが青き祭壇なのかな。リュリーティス様をお連れします。リュリーティス、その金庫は？この中にあるものが青き祭壇を特定してくれるのよ。見てて。終わりなき夜の始まりよ、とこしえの夜よ、まことの夜のもとへ導きたまえ。リュリーティス、下がって。汎用の騎士アーナス、聖女リュリーティス、よくここを見つけることができました。こここそが終わりなき目覚めぬ夜へと通じる青き祭壇。何時その命と引き換えに夜を封じる意志はありやなしや。あるいは何時その命をかけて夜と戦う意志はありやなしや。この命に変えても夜を封じるわ。何がおかしい。ごめんなさいね、ここ偽の祭壇なの。だ、騙したのか。ああ、騙したさ。けど
おかげで分かったろ、お互いの偽らざる気持ちってやつが。エージェントとして身分を偽り各地をさすらってきた自分に、初めてできた親友を守りたい。汎用を理由に教皇庁に利用され、戦い続けてきた親友を自分だけは守ってあげたい。あなたたち相思相愛じゃないの。羨ましいわ。羨ましいね。ルリーティス、今の本当なの？私を守るために君は聖女の務めを。そんなの全部嘘よ。もう私は昔の私じゃない。今の私は聖女、夜を止めることができる聖女なんだから。行かせない。君の本音を聞くまでは。あの指輪と一緒に過去とは決別したの。話して。リュリーテス、指輪と一緒に過去と決別した。やっと意味が分かった。君が私に指輪をくれたあの時の言葉の意味が。この指輪にしまわれていた写真を見てやっと分かった。君は私との思い出と決別するためにこの指輪を渡したんだね。決意が揺るがないようにするために。初代教皇の血を引く女性にとって聖女の務めは逃れられない義務。あなたが罪を感じることではないわ。それでも私は君を守るよ。私は聖女の末裔なのよ。汎用という理由だけであなたを戦いの道具として利用してきた教皇の一族の一人なのよ。そんな私を守る必要なんかないわ。しょうがないじゃない。君に感じる友情は本当のことなんだもの。わからずや。どっちがだよ。夜の君を倒すよ。そんなの無理だわ。それでもやるんだよ。でもリュリュ、踊ろう。アーナス、冷たくて暖かい。こんな雨久しぶり。親愛なる我がシスターへ。
人間と妖魔が関わるとろくなことにならんが、今回は幸運だったな。偽の祭壇が作用したのか、はたまた聖女の涙が月を呼んだか、ミラダは半月までその姿を戻した。教皇庁はこの奇跡を自分たちの手柄として吹聴するだろう。言いたい奴には言わせておけ。夜を止められるのは、夜の血を浴びてなお人の心を失わぬお前だけだ。くれぐれも裏切るなよ、妹思いのブラザーよ。いい笑顔じゃねえか。ったく、いい気なもんですね。あなたたちの血は喧嘩のせいで、こっちもずっと胃が痛かったんですよ。みんな心配してたの？違います！別に喧嘩別れしてそのまま助手になってくれればとか思っていませんから。思ってたんだな。まあ、女の子は笑ってるのが一番だ。当ホテルの雰囲気に関わりますので、切実な問題でございました。それはごめん。ご迷惑をおかけしました。仲直りできてよろしゅうございましたね。さあ、お二人で朝食をどうぞ。夜の君は目覚めようとしてるし、ユリーティス長は聖者のままだし、アーナスさんは戦う覚悟なんでしょ。事態は何も変化してないのに、何ですか、あの仲良し小良しは。またドッカーンとなるんじゃないですか。そりゃなるだろうね。友達なんて喧嘩するもんさ。へえ、めんどくさいですね。